インタビューさせてもらいたいんですけど、はい、何年目ぐらいですか？6年ぐらいですか？あ、6年ぐらいなんですか？はい。ああ、もう長いですね、だいぶ。そうだね、あっという間やね。いや、丸木さんファンがね、これ見てくれとると思うんで、一部の。熱狂的な丸木さん。頑張ってくださいよ。でもいつも先陣切ってこう、餌あげてくれるじゃないですか。今日もつつかれましたもんね。ちょっとそうですね。押し倒されました。角で。多様性いけね。ああ、まあそれでも嫌がらず、ようやってくれてますね。これ、しょうがない。もう。ああ。うん。もう6年間もね、鹿さん見とるわけですけど、うん、お腹空いてますよね。鹿さん。鹿はね。宮島の鹿はね。うん、うん、うん。どうしてもね。ああ。ちゃんと、だからクズの葉でもね、しっかりたくさん、キャベツでもね、たくさんなんとか返してしよういう気があります。あ、いつもだってクズの葉っぱとか取ってきてくれてますもんね。そうですね。結構大変なんじゃないですか、あれ、クズの葉っぱ、取ってくるのも。そうね、早く取りすぎると傷むから、できるだけ土日で。ああ、勤労とか、うん、朝早くね。あ、日曜日の朝も行ったりするんですか、うんうん、9時前にちょっと遅いでしょ。あ、そういうことなの、うんうん、それも新鮮でしょ。取れたで、そうね、うん、キャベツはしょうがないですけどね。キャベツはスーパーでゴミ箱手を突っ込んで、はいはい、人は変な顔してみるけどね、うん、これしょうがないかな思って。まあ漁師みたいなもんですね。朝取れたての、そうですね、クズの葉っぱを、そういうふうに考えてるよね。そうなんだ。まあ鹿さんのためにやってくれてるんですね、うん、一応。いや、なんか愛情深いですね、すごいね。だと思うよ。猫を4匹、可愛がっとるし。あ、家で。うん。だけど動物が、人間よりも動物が好きなんかもわからんね。角で疲れても。ですね。まあ、そういう生き方をしてきたんだろうね。でもそれはなんか、恩返しが、ありそうですね、うん、どうなんだろうか、それはどうかようわからんけど、ね、でも人によっちゃね、その、うん、あどこで行ってくる人もおるわけじゃないですか、宮島で餌あげようってね、うん、どう思います、そういう。気にしてない、あんまり。ああ、そうですか、うん、また言っとるな、こういう人間はおるなれても、ちゃんとね、いろんな人間おるからね、だからそのうちに一人じゃん、ね。あ、だけど別にその人に対してどうのこうのじゃなくても。うん、ですね。もう、こういう人間、まあいろんな人間もじゃないですか。まあそうそう。みんなに言っても分かってくれる人間もですね。もう。まあ言って変わるやったらもう変わってますよね。そうですね。もう、一発人からあげるも、そういう人間なんておるんだと。じゃ変な人とは、まあ変な人というか、まあよく適当です。適当に適当に合わせて、うん、そうなんですね。まともな人間にはそういうことせんけどね。あ、うん、言ってわからん人間にはもうそう適当に。まあ動物に対してね、なんかこう良くないことする人はもう人間的にちょっとおかしいですよね。です何かが、うん、欠落したんじゃないかなと思うけど、もっと考え方が変わったらある程度分かってくるんじゃないかなと思うんですよ。動物が、親が子に対する愛情なんかね、見とったり、自分の体をね、必死になって子供をかばおうとする。そういうのをテレビなんかで見とったら、はいはい、ああ、やっぱりそういうこと考えるよね。まあ、それが、すごいな。本能なんですよね。ああいうの見とったらもう少しずつ変わるよね、人間も。あ、美味しそうに食べてますね。じゃあ、まあ、丸木さんのね、続いてるのはやっぱ動物のためにっていうか、鹿、うん、さんが好きだけです、うん、素晴らしいですね。人間の方が難しいです。あ、動物の方がまだいいですか、うん、足引っ張る俺やね。妬みとかひがみとか、そうそうそう、人を蹴落とそろとするとか、そうそうそう、自分が早ごろとする、おるからね、実際追ってきたから。そうで、そうやって動物はね、あんまりそうせんすないからね、もう、うん、もっとまんまやってるやけど、まあ繁殖期に決闘するぐらいなもんで。そうそう、それぐらいでね。
いや、ありがとうございました。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。